て第16試合ですネオブラッドトーナメントライト級1回戦竹重健二対吉村直樹の一戦。明るいグリーンのスパッツをつけているのがパンクラス稲垣組竹重健二、対する黒のスパッツ、そしてサイドに赤のラインが施されております、木場の吉村直樹です。さあそのまま潜り込んでいったアタックル、しかしこれは切られた。さあここで一旦ブレイクです。竹重健二対吉村直樹の一戦、さあまずお互いに距離を伺う。ジャブ合わせながらのタックル、さあしかしこれもまた切られた竹重。そして今吉村の腕がこのフロントからのチョーク今捉えているか。しかしこれを振り払った竹重。さあ上からジャブを振り上げていって足を取って潜り込んでいった。さあ結果この圧力をかけるようにしてロープを攻めるロープ向けに圧力をかけているのが吉村です。これ膝も合わせていきます。さあ体の入れ替えが目まぐるしい動き、膝いらん、その膝いらん、しっかりタックル取りましょう、しっかり取りましょう、しっかり取りましょう、そこ取れるとこ、取れるとこ、それクラッチ、腕を仕込んでいってクラッチ、変化つけていく、変化つけていく、さあ、この状態から膝を合わせます。吉村直樹です。おお、そのまま膝がいいところに来たか。そのままなだれ込むようにしてテイクダウン。現在上から中腰の状態で圧力をかけていくのが竹重健二ですが、さあ今ガードの中に入りました。頭一回起こせ、頭起こせ、おい、おあ、三角だ、下からの攻め三角、吉村そのまま腕を絞っていくか。しかしこれは角度的にどうだ、また戻した。さあ再びまた三角の飛びがあった。しかしこれはうまく潜り込んでかわしていったのが竹重です。さあここで一旦試合が止まりました。グローブを修正する模様です。再開します。さあリスタート、現在上のポジションが竹重健二です。さあ再び下の吉村はここでまた腕を取りにかかるのか、足がじりっと上に上がってくる、それをうまくさばかなければいけない。あ、これがそれを抑え込んでいく、距離を嫌っているのが吉村です。下からの煽りの蹴り、さあこれを払いの蹴りにしたパンチ、ワンツー、さあ顔面を捉えた。残り1つ、残り1つ、1分で1分、4分経過、残り時間1分。さてネオブラッドトーナメントのライト級1回戦、残り時間は4分、第1ラウンド残り時間は4分を切りました。残り時間は1分を切っております。1分を切っております。相手斜めに入るな、斜めに入るな、正面、正面、正面に入る、顔中心、もし切って、その腰の、おい、さあ引き離してスタンディング、残り時間30秒、残り時間30秒、あっと今ハイキック、今カウンターに来たか、これはどうだ、いやしかし今関係ないか。そして前から回転のリフォームスタートの状態、ここから
そう、そこしっかりキープしてからさ、膝もいけるぞ。動きが止まっている。ここは一つ、武志はこの捕まえている足を離したくないところです。大丈夫、気をちっちゃい、痛い。さて、第1ラウンドが終了です。ラストラン、はい。さて、ネオブラッドトーナメントライト級1回戦第16試合、武重健治対吉村直子の一戦、ラストラウンドに突入です。蹴っていいぞ、蹴っていいぞ、決まった、決まった。そう、ジャブを一つ入れていく武重。そうそうそう、後ろまでつけろ、後ろまでつけろ。そう、ここはないんだよな、今ワンツー、あ、ハイキック、しかしそれはうまくかわした。後ろまでつけろ、そう、そう、さあ、前蹴り。距離を詰めていく中で、ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリーはアッパー。さっきスクラブライトにガードが弾けとくようにした。このまままた一つ前に出る。3発入れずに出したいところ、竹茂。はい、来るよ。ミドル。はい、来るよ。はい、来るぞ。中入っていったら大丈夫。そう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 。先生さん、その距離、はい、危ないよ。中入っていったら大丈夫。中入ったら大丈夫。いけいけ、タイスだから。さて、はい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 、さあ、そのまま乗り込んでいくタックル、足を取っていく。しかしこれは潰されるか、立ち上がりは。このタックルで今力比べ、押し込んでいくのが竹重です。そこ取れ、そこ勝負、そこ勝負、そこ勝負、差し替えて、差し替えて。さあ、差し合い、ここで一つ右、竹重は内側が欲しいところ、差し返したいところですが、テイさんもその強引に行きましょう、強引に行きましょう。さあ、この状態で膝、さあ、そうする。さあ、右へ振り回すようにして今体勢を立て直していくのが吉村です。上のポジションについたのが吉村直樹です。捉えているか。しかし、ここでまた腕に移行していくのか。さあ、これ逆に今度上のポジションについたのが竹重です。しかし、ここで怖いのが下からの三角です。さあ、中腰、そう、この状態をキープしながら上から鉄砲を落としていく、パンチを落としていく。さあ、残り時間がギリギリと迫っている。うわー、香りの蹴り。さあ、今顔面真正面から下から香りの蹴りが来た。さあ、ここで三角どうだ。これは今厳しい状態だ。若干効いたのか、香りの蹴りが。さあ、今耐えている竹重。さあ、どうする。ここで今絞り上げる、絞り上げるのは吉村。さあ、セコンドから右に回れというこの指示が出ているが、それが聞こえているのか、耳に届いているのか。さあ、ちょっとタップアウト。
吉村直樹。一緒に下からのこの吉村の煽りの蹴りが流れを変えました。29秒。ニューブラッドトーナメントのライト級1回戦、竹志賀健二対吉村直樹の一戦は2ラウンド4分29秒、三角締めにより騎馬の吉村直樹が勝利を収めました。吉村直樹選手は準決勝に進出が決定しました。よってこの騎馬吉村直樹は準決勝進出が確定いたしました。